足型同じカラーのこの2台、外観上で見分けるとすればタイヤホイールとサイドのデカールぐらいだろうか。さて果たして走りに違いは出るのか、見てみることにしよう。1、2、3。ドライバーはノーマルに土屋、スーパーストラットに大井、大井はスタートでホイールスピン、若干出遅れるがほとんど一緒に1コーナーをクリア。下りでのブレーキ合戦、さあどうだ。コーナーリングスピードは明らかに速いが、377キロしか走ってないときついかな。実はこれ坂東さんの車、前日に納車されこの恵比寿まで流しで走ってきたピッカピカの新車なのだ。スーパーストラットは振られないね、なかなかしっかりしてるぞ。ノーマルはこう急にみたいな軽快さがあるね、リアに。そう、2台の姿勢の違いは一目瞭然。 FF 車らしいノーマルの動きに対してスーパーストラットはほとんど乱れない。スーパーストラットはもうバシッとした FF のオンザレール的な曲がり方をしてくれるねと私は解釈いたします。ノーマルストラット、わずかな差でチェッカー。我々の期待とちょっと違ったこの結果について考えてみよう。